田中健次郎です。ペナントソフトバンク編やっていきましょう。今日日本シリーズ第5戦、今3勝1敗なのでここで勝てば最終回、はい、まあ日本一なりましょう。んで福岡でやれるのがここが最後なんだよね。なので、ここで勝ってホームで胴上げしたいしたいね、はい。コメント読んできます。マノチ結構な不祥事ニュースあった時って取りだめ多い気がするな。偶然だと思うよ俺は全く気にしてない、気にしてなかったというか、言われてそうなんだと思ったぐらいだけど、そうかもとも思ったね。偶然よ、何もしてないよ俺は。日本シリーズの先発が梅野、さすがコナミのコンピューターだね。まあね、なんかシーズン中だったらまだね、なんかこう、あリリーフ先発で来る時かみたいなあったりはするけど、日本シリーズはなかなかないからね。そういえば田中生で見てきました。ドーム全体がどよめいてました。出たんだね、坂本勇人選手もね、普通に出て確かめっちゃ打ったんだよねメンタルすげえなみたいな感じだったんだね。明日から札幌に旅行行くんですが、まのちさんおすすめありますか。日帰りか泊まりかにもよるんだけど、やっぱ個人的にはすすきのでエッチなお店はおすすめしたいかな。他の都道府県のエッチなお店ってのは知らないけども、やっぱり売りじゃんそこが。そう、まあ、真面目な話としてね、だから、うん、そういう札幌の売りはちょっと楽しんでほしいかなってのは思うかな。雑談配信やってください。いやー、やるやるって言って全然やってねえもんな俺なごめんね。能見さん引退、いやこれコメント見て衝撃でさ、もうすぐにヤフーニュース見て、でなんか引退セレモニーとかもなんか準備はしてくれるみたいですね。まあ、もう全然そんだけの選手だもんね。いやーそっか、なんか、まあ、毎年だけど、この選手もかみたいな感じが増えてきたな。和田選手先発どうですか。今日行くぜ。よしか、勝ちましょう。どこ行った。あ、いいね、あ、いた、はい、まあまあ問題ないかな。いや最終回になるかもってことを考えたのは、ちょっと推しメンの正木くん行きたいんだよね。DH でいくかファーストでいくか、デスパネ選手でレフトだけだもんね。いやガルビスくんでいくわ、これでいく。はいはい、頑張りましょう。いやーくっそ寒いよ札幌の朝。日本シリーズ第5戦、今朝5時ぐらいなの、5時ぐらいなんだけど、めちゃくちゃ寒い。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、長打狙いからいきます。で、打たせていきます。ああそうだ、能見さんのヤフーニュースで見たけど、これで最年長が石川選手になったんだね、ぽいね、なったっぽい。その最年長が、能見さんと石川選手だったみたいですね、現状では。プレイボール打ちました。バッターは2番に入っている西浦、まずはワンアウトを取っています。マウンド上和田、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをスワローズ打線が、ライト方向を流しました。さあどうだ、さあ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 、三森が打席に入ります。先頭打者ホームランとかやっちゃっていいんだよ。西さん、こういう試合ですから初回から攻め、インサイド、うわいいね、ナイパッチ、いい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 。ここから3人にバット振らせるは誰が1点ぐらい取ってくれるって。先制のチャンスです。まあやはり先制することは大事なんで。あ、これはいけません。手が赤めしよ。怖いな、もろにバッターにボールを当ててしまいました。あ、今やはり
怪我が多いんでしょうか。どうしようかな、今宮選手かな。でいいか。うんだな。はい。ホークスがダイソー。さあ、そしてバッターボックスには柳田が入っています。勝ちましょう。頼りになるバッターに回ったんでチャンスを。高めのボール。うえい。いいよ。素晴らしいよ。オッケーなバッチ。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあ、走っとこう。ここ少なくとも。ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。はい。さあさあ追加点取ってくよ。ワンヒットで2点取れるチャンスになります。バッチ。いいね。いいいいいい感じに来てるよ今日は。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。里崎さん犠牲フライをよく見た。そういえばさ、YouTube のさ、おすすめ動画にさ、あのお笑い芸人の、ね、あの。ザ・パンチがね出てきたの。わ、すげえ久々見たと思ってさ、まあ見たのよ。面白かった。あのチャッチャシャースって久々聞いた。チャッチャシャース懐かしくない？すごい久々聞いたのよ俺。ホークス追加点3対0。いいよ、素晴らしいよ。打者一巡行こう。ここは併殺だけは避けたいですね。うちのボール打った。これは上がりすぎたか。どうも。さあ、そして打席には中村が入ります。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは続き満塁としています。ジャストミート。OK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 O
い、まあまあまあスタートダッシュとしては完璧じゃないですか。打ち上げた、高く上がった、しかしこの回ホークス、はい、2回の表追いかけるスワローズの攻撃、バッターボックスは4番村上、いいね、三振を取りました、ワンアウト。和田選手はスタミナどんぐらいあんだい。変化球で空振りを取ります。 C もないのか。バッターは6番サンタナ。そんぐらいあるか。ツーアウトランナーありません。あ、全然ねえや、いいしかねえ。あー、もしかしたらもともと持ちあったのかな。打ちました。シーズン中で落ちちゃったとかかな。もう同じく長打狙いでいこうか。2回の裏になります。ホークスの攻撃、打っちゃっていいよ。バッターはダイソーから起用されている今宮。インサイド落ちました。これはどうか。バッターボックス柳田、先ほどの打席で先制のタイムリーを放っています。いやー、対戦金のタイムリー、長っち、見事でしたね。はい、打点を上げて、なんやかんやグラシアル選手は3割打ってるんですね、この日本シリーズ。多分打率で言えばヤクルトの方が圧倒的に高いだろうな。前の打席ではファーボールを選び、変化球空振り、スリーアウトチェンジ、ランナー出ましたが、里崎さん、点差を広げた状態ですとキャッチャーのリードの内容も変わってくるもんなんでしょうか。いいね、素晴らしい。フォアボールのランナーを出しました。ワンアウトからランナー、まあ、ちょここ最近引退表明続いてるじゃない。ストレートのフォアボール、ストライクが入りません。福留選手から始まり、糸井選手、能見さんと、さてバッターの宮本、バッター2球目打ちました。なんだろうな、なんかその糸井選手に関してはどっかでなんやかんややるんだろうなみたいなのを思ってたんだよ。だから結構なんかこう予想してなかったものというか、非常に頼もしいですね。ご覧になっていかがですか。感じるね。今日は面白いように出てるんだ。引っ張った。バッターボックス栗原、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、勝負強かったですよね。はい、まあちょっと余裕も出てきたんじゃない。柳田選手が糸井選手に結構懐いてるみたいな感じなんでしょ。
なんかそのメッセージ出したみたいな、なんか見たんだよ、まあ、すごいチラッと見たぐらいな感じで話したけど、そのなんか吉尾さんありがとうございましたみたいな、いきなりフォアボールでランナーを出しています、なんかあなたに憧れてみたいなさ、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。打ちました、これはどうだ。うん、まあ、しゃあないね。あれよね、なんかちょっとまあ、先ほどの打席、糸井選手と柳田選手はタイプが似てるというか、さあどういうリードに打ちました。いやー、一流だもんな。一流見せるもんな、ただでアウトになんねえもんな。ソフトバンクホークス4回裏の攻撃になります。さすがだわ。バッターボックスは9番中村。先ほどの打席でタイムリー。よく見極めました。フォアボールです。ノーアウトからランナー出ます。はい、ここ見送ってよく選びました。フォアボールです。送りバンツ。送ります。打ち上げてしまいました。本当にあるな。プロスピの送りバントは成功する気がしない。ワンアウトになりましたが、それでもやっちゃうよ。打ちました。さあ、そして打席にはグラシアルが入ります。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは。はい。よく見極めました。フォアボールです。ぶちかまそう。ここが大事ですね。さあ、そしてこのチャンスで打席には5番の外の球打った。高いバウンド。ランナー出ましたが、得点はありませんでした。はい、里崎さん、ここまでまだノーヒットピッチングを続けています。そうですね、本当に素晴らしい。バッターは今日 DH に。いやー、ただまあこのイニングラストだな。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。もうできればピンチ招かずに投げ切ってほしい。勝ち投手の権利は得て降りてほしいよね。際どいがしゃしゃしゃフォアボールです。んー、ツーアウト。打ちました、いい打球だ。この当たりはどうか。運動前、さあ、はい、ホークス得点圏に、まあ、コーチだけは取っておきましょう。まあ、リードを守って終盤戦に入ったよ。打ちました。はい、オッケー。さあ、これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう、はい、これから5回の裏ホークスの攻撃。6番バッターガルビス。まだ変えないんだね。先ほどの打席はレフトフライに。よく見極めました。フォアボールです。なんとなくもうあれじゃないですか、勝ちをもう全然見えてんじゃないですか。宇宙間に上がった。明日からどうしようかな。外れてフォアボール。とりあえず俺の中では30本取りをリベンジは行こうと思ってんだよ。さあ、そしてバッターボックスには中村が入っています。さあ、セーブか。追加点のチャンスです。まあ、この辺りに中村打ちました。ちセーブだな。ここは中間守備ですね、まあ、いやー、なんかいつだっけ、昨日か、繋がらなかった、ね、一昨日かちょっと忘れたけど、なんかコメントでさ、トレードの話あったじゃん。ランナー出ましたが、なんかトレード絡めた企画もやりたいなとも思ってんだけど、あんま考えもまとまってねえのさ。日本シリーズ第5戦は6回の表に入ります。追いかけるスワローズの攻撃。2番バッター西浦、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。もう ここに来て俺の中で結構一押しだから。インサイド打ち上げました。弾き返した打球はレフトへ。バッターは3番山田。前の打席ではフォアボール。ここでフォアボールを与えました。ワンアウト。何ですか、足絡めていきますか。三振狙いでいきましょう。さあ、4球目は何か。打ちました、流しました。これはどうか。さあ、ホークス得点圏にランナー。これがね、わからんのよ、まあ、こういう要所を締めていく。もうここが勝負だ、組んだったらさせちゃっていいと思 う、ね、仮にホームラン浴びたって1点勝ってるし、うちは取っとくぐらいにいいんじゃないかな。気をつけたいですよね。はい、さあこのピンバーサスか。まあこれはラッキーだな。塩見そこは打たなきゃ、バーサスはめなきゃ。バーサスはめなきゃさ。
さあそして打席にはサンタナが入ります。さあ2アウトながら多分向こうここが勝負だ来るな。リードはしてますけどどうなるか分かりませんから気を抜かずにしっかり抑えきらない。あれバーサス来たわ。里崎さん長打を防ぐ。空振り。ここはランナーを返させません。三振を奪ってピンチを脱しました。ほい長打狙いでもよかったかもしんねえな。クリーンナップから始まります。柳田がバッターボックス打ちました。流しました。打球はレフトへ。4番バッターグラシア。まあ一応まあね結果失敗には終わったけど30本取りを狙ったクリーンナップ並んでたからな。打ちました。ホームラン狙いの長打狙いでよかったのかもしんないな今のな。楽に投げられるんじゃないでしょうか。まあそうです、はい、引っ張った。うまい。バッターボックスは8番西田。頑張って。今日は2つのフォアボールを選んでいます。ワンアウトランナーありません。というかあれだな、ダメ押しの1点どうにか欲しいな。どんな形でも先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。うまい。これはどうだ。反撃したいスワローズでしたが、西さん今日はピッチャーがしっかりゲームを作っているわけなんですがピッチャーのリズムがバッターにも影響。打ちました。うまい。バッターは7番栗原。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほど変化球空振り。2アウトになっています。バッターボックスどっかで正木君出す場所目がボールを選んでいます。2アウト打ちました。難しいバウンド。この回ホークス3人8回まで来ました。ヤクルトスワローズ打順よく1番から始まります。外れました。先頭バッターを歩かせます。平行カウント打ちました。レフトへの打球。打順は3番山田。今日は2つのフォアボールを選んでいます。最後は高めのボール球投げてしまいました。そしてバッターボックスには村上が入っています、はい、さあ得点圏にラン。 OK。 三振。封を切らせました。でバーサスか残り1個が塩見が入ります。さあ2アウトにはなりましたが得点。はい、ここは空振りでアウトを取りました。勝つぞ日本一なるぞ。バッターは9番中村。ここだな。ここで出すしかねえな。1安打を記録しています。今日は調子が良さそうですね。さあ1本打とう。代打を送ります。バッターボックスには代打の正木。もう俺が育てたと思ってる彼は打ちました。いい当たり。うまい。打順はトップに帰って三森。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。あれだな、ランナーありません。どっかでバーサス行こう。ここ行こう。記念のバーサスだ。今日はまだ当たりがありません。2アウトランナービシッとはめよう。惜しい。バットに当たらんか。無理か。三振。スリーアウトチェンジ。この回ホークス。はい、うん、はい、さあちょっとごめん守備見ていい？大丈夫だよ。はい、OK。 里崎さん、これはもうベンチも終わらせましょう。勝ちましょう。まあ安心。外の球打った。はい、あと2つ。日本一のチームが決まる瞬間がやってきます。バッターは DH オスナ。今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーストレート打った。うまい。はい、あと1つ。もう余裕ぶってんもん。打席には8番バッター西田。うん、最後コーチ開けんな。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。
えい、レフトへ、この当たりはえい、高尾、福岡ソフトバンクホークス日本一達成。今まあ最後は圧勝でしたな。抱き合う選手もいます。監督ようやく笑顔。まあよく言えばなんか試合終盤ダメ押しの1点がどっかで欲しかったけども、日産見事ホームのファンの前で日本一を決めることができました。これは嬉しいんじゃないでしょうか。いやそうですね、あのファンと、ね、選手一体になったこの勝利大きいですね。いや素晴らしいゲームでした。なんだろうな、3勝が始まっています。強いなソフトバンク、選手層がすごい。大きな拍手そして大歓声。今胴上げが終わってなんかどうにでもなるチームというか、やっぱ強いなというのは感じた。そして日本一になった報告をファンの元に届けていきます。はい、やったね。じゃあ最後受賞式みたいなのないのか。とりあえずなんか見よう。いやまあ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 ね、シーズン戦い抜けばあっちいてこっちでもあるだろう。はい、全日程終了。タイトル、うん、いやーけどホームラン王打点王取るっていうのは俺はあんまり経験がないんだよな。これ嬉しいね。いや20勝投手だぜ、やばいよな。あいいね、最多セーブ最優秀中継ぎといいですね。あそういえば湯浅くん現実で何イニングだっけ、22試合だっけ、なんか20試合ぐらいなんか無失点でしょ。すごいね、打点を争う面白いねこれね。はい、あーこんな感じか。ベースの前に巨人入ってなくね、いないね。はい、うん、はい、あ9月牧原くん撮ってる、俺見てるはずなんだよな、全然記憶ないや。もう山本くんの名前しかねえじゃんほぼほぼいやあれ衝撃的だったな、4月のな近本選手の17盗塁どうなんだべと思ったもんなこの先な。武田翔太選手が MVP 取りましたね。これって負けた方が MVP 取るってことってあんのかな。やっぱ個人的にあの2戦目のあの塩見の活躍がえぐくすぎてさ、もうそれだったんだよな俺の中だな。はい、ということで、ソフトバンク編終わり、ありがとうございました、お疲れ様でした。多分ヤクルトじゃねごめんなさい、西武30本トリオリベンジ目指したいかな。で多分素の状態じゃいけない気がするから、いけるかな、いや何とも言えないとこなんだよな。ちょっと助っ人外国人をゲーム中で取ろうが取ってみようか。まあただやるっていうよりはホームラン打てそうな、まあそんぐらいなんか遊び入れて、うん、やりましょう。でなんかトレードのやつはね後にちょっとやりたい、
ちょっともうちょっとしっかりと練ってというか、自分の中のそのルールみたいなの作って、企画としてのルールを作ってというか、だとりあえず、次は西武で、助っ人外国人を取るで30本目指すだね。だから早々に取りに行かないとだよね。早めに取った方が絶対30本なんて行きやすいから。はい、じゃあ、終わりますか。終わり、さよなら。